ラビット・モルデーはアメリカ合衆国の教育者、教育行政官、オルバニー・アカデミー校長、ラトガース・カレッジ教授、日本国学館、ニューヨーク州大学校理事会事務局長を歴任した。明治初期に日本政府が招聘した親とい外国人の一人であり、1873年から1878年まで文部省顧問として教育制度の整備に貢献。 東京大学、東京女子師範学校及び同校付属幼稚園、教育博物館、東京学士会員の設立を助けたほか、中央集権的な学生改正案をまとめた。ダビッド・モルレー、デイビッド・マレーなどとも表記される。1830年10月15日、ニューヨーク州デラウェア軍ボバイナに生まれる。両親はスピガ山の麓で農業を営むスコットランド移民であり、 ダビットには5人のケー2人の妹がいた。デルハイのデラウェアアカデミー、ダベンポートのファーグソンビルアカデミーを経て、スケネクタディのユニオンカレッジに編入学し、優秀な成績で卒業。カレッジ在学中には、批判学の講義を担当した学長エリファレット、ノットから強い影響を受けている。カレッジを卒業した1852年、州都オレバニーにある、 モルバニーアカデミーの校長を常時クックに招かれて同アカデミーの講師となり翌年に教授となった。1857年には校長に就任し生徒数の減少によって経営危機に直面していたアカデミーの改革を推進。成績管理制度、学年別クラス制度、卒業証書授与制度の導入などによって教育水準の向上に努め、 生徒数を増加させることに成功した1863年7月、ニュージャージー州、ニュー、ブランズウィックのラトガースカレッジ教授となっていた、ジョージ・クックに再び招かれ、ラトガースカレッジの数学と自然哲学の教授に就任。就任後、モルレーはクックとともにも、リル法を適用によるラトガースカレッジ科学校設立を計画し、 1865年に開校を実現させたほか、高等諮問に代わる全校一斉復帰試験及び科目選択制の導入を推進した。1863年にはニューヨーク州大学校から哲学博士号を取得し、さらに1873年にラトガースカレッジ、1874年にユニオンカレッジからそれぞれ法学博士号を取得。またこの間、 ジョン・ニールソン博士の幼女マーサ・エイ・ニールソンと結婚している。なお、ラトガース・カレッジでは、幕末以来多数の日本人留学生が学んでおり、1866年頃には、不設のグラマースクールを含めると40名以上の日本人が在学していた。モルレーは彼らに関心を持ち、自宅に招いてもてなしたという。交流のあった学生の中には、杉浦幸三、平山太郎、 勝ち、ソロク、朝日小太郎がいた。1872年には、ワシントン駐在の日本国外交官、森有紀が、学長ウィリアム・ギャンベルに寄せた、教育問題に関する、質問状への回答を依頼され、長文の回答書を執筆した。これが目に留まり、教育調査と共に教育顧問省兵の任務を帯びて、訪米していた岩倉施設団の副市、木戸孝義と理事官。 田中藤丸は、モルレーの商兵を検討。報酬月額600ドル、3年間の予定で契約が交わされることになった。モルレーは、夫人と共に1873年6月に来日した。はじめは、学校、特務権改正学校教頭、1874年10月からは、学官として、諸藩の教育事務に対する助言、権限を行い、 空席の文部教に代わって省務を統括していた文部官僚、田中藤丸を助けた。東京大学、東京女子師販学校及び同校付属幼稚園、教育博物館、東京学士会員の設立や、管理図書学校の教育制定、改正はモルレーの協力によって実現したと言われている。1874年12月の 金製費用も手通貨に際して各国から観測隊が来日するにあたっては文部省に大使観測の意義を解説するとともに観測隊への協力を要請し自らも長崎に赴きダビットソン率いる米国観測隊に参加した1875年10月には翌年5月から11月まで開催されるフィラデルフィア万国博覧会での教育情報収集と 教育博物館設立に必要な処物品等購入のため米国出張を命じられ、直ちに渡米。日本政府の意を受けて、下関賠償金返還を求めるロビー活動を行い、合衆国議会の外交委員会にも出席し、意見を述べている。博覧会会期中には、各国の展示を視察したほか、博覧会に合わせて開催されていた3つの国際教育会議に出席し、 諸外国の教育家との交流を通じて各国の教育制度に関する知識を深めた。教育会議を含む博覧会の報告書はボジリン法として文部省から出版された。1876年12月に日本に戻ってからは学生改正の参考資料とするための改正案作成に従事し学館公安日本教育法 学館公安日本教育法説明書をまとめた。この改正案は全国の教育を標準化するために、公立小中学校の教則府県学校監督官、教員免許、学位、教科書などに対する管理権限を文部省に認めるという学生よりも中央集権的なもので、1879年に制定された教育令にはほとんど反映されなかったが、 翌年交付された改正教育令に強い影響を与えた。1878年12月に契約満期を迎えたモルレーは翌年1月に日本を立ちエジプト、ヨーロッパをめぐって米国に帰国した。帰国後は1880年1月にニューヨーク州の中東高等教育養成機関であるニューヨーク州大学校の理事会事務局長に就任。 中等教育機関への州の補助金配分の基準となる一定水準の学力を持った学生数を割り出すためのリージェント試験制度の拡充や中等教育機関の教育内容の標準化、確立化を進める指導、助言、教員要請に対する査察の強化を行い、中央集権的な学校管理を推し進めた。年、膜炎の発作で倒れ、 長期休養を経て翌年に1月に復職したが、全開に至ることなく1889年7月に辞職。1882年から勤めていたユニオンカレッジ評議員も退き、ニューブランズウィークに移り住んだ。晩年は文筆と講演に力を注いだほか、ラトガースカレッジ評議員、ジョンウェルス記念病院会計局長、 ニューブランズウィック新学校特別委員会事務長を務めた。1905年3月6日、74歳で死去し、ニューブランズウィックのエルムウッド墓地に葬られた。没後、東京帝国大学はモルレー夫人により1000ドルの寄付を受け、モルレー博士記念数学賞を創設している。モルレー夫妻には子がなかった。1929年に夫人が死去した際、 遺産は分割して、親類と各機関に譲渡され、ラトガースカレッジとユニオンカレッジには、夫妻の医師によって、ダビッドモルレー奨学金が創設された。ありがとうございます。